ははい皆さんこんこにちは木下と申します本日は「ルローニケンシン」最終章「ザ・ファイナルの、えー、解説考察をしていければと思っております、えー、と多分動画をアップしている日に、えー、公開になっていると思うんですけれどもちょっと緊急事態宣言で映画館が休業になるか否かという非常にこう、ね、あの瀬戸際な映画業界ですけれども、まあ、なんとか公開にはこ、えー、ぎつけましたねでですね私先にこの,あの映画、まあ、あの拝見させていただいておりましたので、まあ、公開日にはなりましたけれども ちょいろいろとお話ししていければと思っております。 で、ですね。まあ、ちょっとですね。まず、その前にちょっと前提条件、この動画がどういうまあ切り口でお話ししていくかってことをですね。ちょっと先に示したいと思います。まず私ですね。あの映画は今までの3部作まあ、3本とも非常に大好きなので、まあ、何十回もそのもうあの配信サービスとかでね。あのリピートしているんですけれども、まあすごくファンなんですよ。なんですけれども、あの私ですね。あのルロケンに限らず、あんまり漫画読まない。あのタイプでして。な 原作には全然詳しくないです。まあ、ストーリー全体はなんとなく分かっては、えー、いたけれども原作があるのでだけども全然詳しくないので原作と照らし合わせてどうこうとか、まあ、そういったレビューはいたしませんなので逆に言うと映画単発でどう楽しいかどういう魅力があるかって話になるので、まあ、原作詳しい方からするとちょっと物足りないレビューになるかもしれませんけれども原作詳しくないとかもしくはルロケン今まで一本も見たことないんだよねって方からするとですね、あのー、別にそんなに構える必要のない作品ですよというふうに、えー、魅力がお届けできると思いますのでその全体 前提でまずお話を聞いていただきたいと考えております。合わせてですね。これ、あの公式ホームページにですね。スペシャルレビューっていうあのーページがございます。で、あのー、私ですね。ここにちょっとレビューを、えー、要は先に試写会で見ましたので。 あの著名人じゃないんだけど、ちょっと著名人という形でですね、レビューを入れさせていただいております。まあ、本業が私、シネマズプラスという、えー、まあ中堅、まあ、7番手か8番手ぐらいのまあ業界、400万人ぐらいがえご覧になる、月間ご覧になるまあサイトの編集長でございますので、まあ、一応、映画関係者という形でですね、まあ、コメントをこのような形で寄稿させていただいております。もう、つながりがあるので、その目で見ていただいてよろしいんじゃないかなというふうに思います。あの近のあれは全く発生していないな ですけれどもまあまあまあ別にその依頼をさ依頼をというかそのまあ依頼さユーチューバー依頼されてないけれどもまつ、あ、ながりはあるし知り合いもおりますのでまあ 悪いことは言わないよねというようなところでですね、まあ、良い面をあぶり出して話をしていきたいと思います。だけれども、私、今回の映画の中において、ちょっと気になった部分もありますので、そこは正直に申し上げていきたいというふうに思います。逆に言うと、そこも正直に申し上げますので、捨てマではないよということがご理解いただければと思っております。逆に先にこれぐらい言ったのでね、関係者とは知り合いでございますので、もう、その口であの見ていただいて結構かなと思っております。でですね、まあ、率直な感想からお話しさせていただければと思うんですけれども、やっぱりまず久々にこの ルーローニケンのの映画に、まあ、会えた喜びってのがありますで実際に「えー、京都大歌編と」と、えー「伝説の最後編」2と3ですねこれが、えー、劇場で上映された時って私まだ映画の仕事をして映画メディアの編集長になっておりませんでしたのであ当時は普通に見に行ってレビューを自分のブログに書いてたなとか,なんかそういう懐かしくなるんですけれども、まあ、久々になんかあえた喜びがありましたそしてですね、まあ、今回の「まあ、ルーローニケンシンも」も、えー、安心安定の、えー、アクションシーン非常にド迫力の、えー、アクションが楽しめる作品というふうになっております ましただけれども、まあ、ちょっと思ったこと正直に言いましょう、あのもうね、第1話の時点からあの、映画版の第1作の時点から、もうアクションがすごいじゃないですか、で第2話もだあの京都大火編も、伝説の最後編もアクションがすごかったので、要は、あれをまた見れる、もちろんまた進化してるんですよ、進化してて、あの規模感も。 あの大きくなってんだけれども、やっぱりあれは初見の時の驚きっていうのがあるので、そういった意味で、その、なんていうの、驚愕のアクションっていうよりも、安心安定のアクションというのが、ま、だからこれはその、人によっては苦言に見えてしまうかもしれないけれども、ま、だからあれですよ、その、今まで見てきたものの延長線のアクションが見れたので、あ面白かったっていう部分で褒め言葉だけれども、その、もう、驚愕のアクションが見ることができんで、皆さん劇場へみたいな全然そんなことは申し上げません。でですね、あとは、 私、原作を、ね、その詳しくないので、正直、ですね今回のこの THEFINAL だけ見ても、ちょいちょいですね、ハテナというふうに思う部分、思う演出がいくつか存在していました。まあ、これ、理由は後で説明するんですけれども、THEBEGINING というです、ね、最終章のパート2の映画が6月に公開されますので、多分、セットで見れば多分、今回のハテナが払拭できるので、ある意味、ハテナがあるイコール続きが気になるということで、BEGINING、えー、を見ていきたい。まだちょっと見れてないんですけども、見ていきたいというふうに思っております。 であとは、まあ、今回は非常にですね、まあ、最後は切ない、えー、物語だったなというふうに思っています。特にやっぱりこの過去の、ね、昔の愛した、えー、奥さんに対するですね話とかが出てきたのでその辺はすごく切なかったですし、まあ、そのですね、えー、奥さんの、えー、弟である縁、ね、師、まあ、という。 人間にですね今回復習される物語でございますので、まあ、その絵西の、まあ、感情面とか心情面含めてですねすごく切ない切なさの重なる、えー、物語だったなと感じておりますであのー、京都大火編すごいなまたね京都大火編と伝説の最後編の2部作の時って京都大火編の最後を続き見てって形で終わったんですよねもう要はそのままその伝説の最後編に話がつながるのでいい意味で盛り上がり最高潮で続き見せてって形で終わったんですよ なんですけれども今回のこの「ザ・ファイナルは綺麗に終わりますあもう綺麗に終わったわとだからもちろん、ね、その途中途中で気になる部分があるんでそれはビギニングが早く見たいなと思うんですけれども最後はもう綺麗に話が終わったのでおお綺麗に終わったなというふうに感じましたでです、ねまあ、さっきからそのザ「THEFINAL」が「ザ・ビギニングだと話をしてちょっと混乱される方もいらっしゃると思うんでちょっとですね、本作の立ち位置をその今までの作品と合わせてです、ね、整理したいと思います えーと今まで、まあこ、この実写版のルローニケンシンというのは全部で、えー、5作品作られております。まあ、そのうちの、えー、一番最後の,この最終章の THEBEGNING、えー、と呼ばれるものは、えー、6月4日公開なのでこれはまだ2公開。そして今回公開されたのがこの最終章 THEFINAL でございます。なので第1話はルローニケンシン、第2話が京都大河編、第3話が伝説の最後編、で今回が、えー、最終章 THEFINAL。 ファイナルが今回なのにビギニングって最初って意味でしょ始まりって意味ですけれども最後に公開されるのがザ・ビギニングなんですよなので公開順はこうなんですがルローニ剣心という世界観の中の物語はこうなんですよどういうことかっていうと戻りますね公開順はこれが1なんですよでこれが5なんですよなんですけどこれがここの前に来るんですよ だから公開順はこっちでいくと1、2、3、4で最後に今度公開されるものなんですよ。なんだけれども、一番最後に公開されるザ・ビギニングが物語の時系列ってのはここより前に来るんですよ。これは一つすごく面白い話であの要は人斬り抜刀斎として人を殺していた時のえ話がザ・ビギニングのところになりますので。なのので今回2部作の 1> 1本目ななののにに綺麗終わったのはここうういうことなんですよ時系列でいくとここが最後だから物語としてはここでちゃんと終わったというのが今回でございますだけれどもこの物語の中にはちょいちょいそのねあの十字傷謎であるとかの奥さんの話があまり掘り下げられていないとかちょいちょい謎というか気になる部分が残されているんですそれが結果的には話としては最初につくんだけれどもまあ 最後の物語ととして明らかににななるという形になります非常にこう変わった公開方式になっております通常だったらねあのこっちやってからこっちやるじゃないですかでもこれ多分いろんな考えがあ,あると思うんですけれどもまず映画の,映画の2作で見 連続公開、まあ、今回2ヶ月ぐらい間相手の1ヶ月半ぐらい間相手の公開になりますけれどもこのパート1パート2とか上下編とか上辺下編前編後編とかの場合ってほぼほぼ後編の方が興行収入って落ちるんですよ、まあ、理由は簡単で後編と前編ってあってもしかも後編ってついていたら前編見てないなら楽しめないなって勝手に思っちゃうじゃないですかなので前編見た人のうち 何割かはいかないわけじゃないですか、後編に。って考えると、もちろん後編だけ見る人もいるけれども、やはり前編後編、パート1、パート2で公開されると、パート2の方が興行収入がほぼほぼ落ちます。これは日本だけじゃなくて、海外の、えー、作品に関しても。っていうことを考えたら、もう最後はちゃんときれいに今回のパート、まあ今回の2部作のパート1で見せちゃって、まあ、謎な部分は、 えー、あるので連続で見てほしいけれども独立した一番最初の物語としてこれをパート2に置くっていうのはすごいあの考えたなと思うそれが理由じゃないかもしれないしそれが理由だったとしてもあの表向きにはそんなことは言わないと思うけれども。 まあ、多分そういう事情をもとに考えた非常に私としては巧妙なあの手段だなと思っております。はい、という形でちょっと今立ち位置説明しましたのでちょっと映画としての魅力に関しても、えー、紐解いていければと思うんですけれども、まあ、ちょっと場面写真をいろいろと見ながら、えー、いければと思います。まあ、今回はですね、まあ、マッキーーさん演じるエニシというのが一応、まあ 悪役というかですね、えー、ライバルとして登場するんですけれどもまずはやっぱりそのいつもの面々ね、まあ、内洋介さんのかっこよさとか含めていつもの面々を改めて見れた楽しさっていうのはありましたね。で特にやっぱり、まあ、謙信が、まあ、昔のね自分が殺してしまった奥さんの、えー、話をですね、まあ、今の仲間みんなにしなきゃいけなかったりとかさまざ、あ、まなことを思い返したりとかでしかもその自分のことをね、あのー、自分の。 過去のせいで絵西が今復習をしようとしていてでその復習が街全体にその人中っていうね今回復習方法でしたけれども人中で形でまあ復讐をされてしまうってことで本当に彼はどん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 思い詰めていくんですよねでしかもまあネタバレちゃんとはし,あのしないけれども、まあ、最後その直接バトルをする時も彼は申し訳ない申し訳ないって気持ちを持ちながら戦ってはいるので。 すごくそういった意味で本当に切ない物語だったなと思いますそして、マキ剣ンさん演じるニシに関しても基本的にはなんか、ねまあ、悪役というポジションではあるんですけれども、まあ、お姉さんをですね、まあ、あの剣信に殺されたという抜刀さんに殺されたというですね、まあ、怨念からですね今回陣中という形をとっておりますので非常にカラカラで最後の方特にあの切ないですね表情とかを見せていたなというふうに思いますそしてこの2人のアクションシーンがまあ大迫力。 まあもう佐藤健さんの、ねあのー、もう剣士は毎度の凄さまさ、あ、今回もまたパワーアップしていますけれどもすごさですけれどもそれにもう負けず劣らずのもうこのエニシのマッケンさんのですねもうアクションがまあすごいこの、ねまあ、どこの場所かは言わないですけどもうこの場面のですね すごいんですよ、この後ろなんか倒れてるの分かるでしょ、すごいんですよ、もうすごいしか言わないけれども、本当に大迫力なあのアクションシーンでした、で私は試写会で見たので、あの試,写会試写室って結構その音響とかちゃんとしていいんだけれども、言ってもそんなに60人ぐらいしか入らないところなので、画面あのスクリーンはそんなに大きくないんですよ。なんで本当に今回そんな あの迫力がやっぱり日本映画としてこう大スケール中の大スケールでございますので i m a スシアターであるとか大きいスクリーンで見れる方はぜひ大きいスクリーンで本当に見てほしい作品だなというふうに感じていますでこれもちょっとどの場面か言わないですけどもまあこれあのこことは全然別の場面のバトルなんですけれどもまあこのシーンもこのシーンもねすごい迫力というかも,もうねすさまじいことになっていますそしてあの前回の 京都大火編そして伝説の最後編の時も出ていましたけれども土屋太鳳さんはやっぱ当時よりもあの普通に芸能界の中において格が上がっておりますので非常に今回ですねあのしかもそのの、中における土屋太夫さんの 正ししいいい使い方をしていますなんか上から見線の言い方で申し訳ないんですけどやっぱり土屋太鳳さんって、あのー、身体能力が素晴らしいんですねすごいなんあのアクションとかできるあの女優さんなのでもうそれを今回はもう惜しみなくその前の日大会の伝説の,大会あ伝説の最後編の時以上のもう存在感と輝きとくーっていうですねあの結構いい言葉とかも喋りますのでセリフとかもね土屋太鳳さんのファンの方はですねおおっていうふに。 感じると思います。ま mgo、あ、さんかっこいいさんもいつも通りという感じでございますね。はいでえっ、ー、とまあ、青ゆうさん、そしてですね。ま武井咲さんも本当に久々の剣士の世界ですけれども、本当変わらずでね。あの、武井さんなんかも。あのプライベートだったら、お子さんも、えー、お生まれになってもお母さんになっているわけですけれども。もうなんか変わらずで。でも達人武さんもそうですけれども。 変わらずなこの世界観を改めて見れたのは良かったなと思いました。そしてワンオー、わんおあのルロケンといえばワンオークロックの主題歌です。けれども、今までの主題歌もいいですけれども、今回のあのレネゲートって呼ばばいいんだ。ラナゲートレネゲートでいいのかなレネゲードのその主題歌がすごいマッチしますね。あの、バラードではないんだけれども、ちょっとそのやっぱりドラム。あの映画の中にある切なさとかっていうのも内在した。ちょっと時折優しくなる。あの。 曲調あのメロディーというか、歌がだったりとか、そこがすごくいいなと思っていて、なんで、今まで以上に、あのドラマが、あの映画が終わった後に、もう、この主題歌をリピートしたくなる、でも、実際、私もアップルミュージック入れて、リピートしまくっているという感じなので、素敵な曲だなというふうに思いました。で、まあ、他にもね、あのこの辺の面々が出てきておりますけれども、伊勢谷友介さんあの、ね、あの、なんて言えばいいの現実世界では あの逮捕されちゃって逮捕されましたけれども、あの普通に登場してきております、変な葛藤っぽいところとかもなかったので、まああの今はあんまりその薬物で逮捕とかされても、そのまま公開する、あのまあまあその流れなので、別そこ私はあの意見は特にはないんですけれども、あのあの要は逮捕されたことによって、なんかちぐはぐな編集とかにはなっていないので、良かったんじゃないかなというふうに思いました。 はい、ではですね、ちょっとここの4番のところで、ネタバレをいたします、た、え、ぶ、ーまあ、多分今日,の今日の動画からは OK なんで、ちょっと後であとで確認は取りますけれどもあの、試写会を見たタイミングでは、あるシークレットキャストに関しては、公開日まで絶対に表に言わないようにっていうふうに、えー、注意をされていたんですけれども。 えー、ネタバレしますよなのでぜひですねまだご覧になられてない方はここまでで魅力は伝わったと思いますのでちょっとここまでで、えー、していただければと思いますまあちょっと1人シークレットキャストの話を入っていきたいと思いますじゃあ、えー、カウントダウン5からいたしますのでその後で、えー、ネタバレしますのでネタバレ NG の方はここで動画閉じてくださいいきますよ54321はいではですね今回の、まあ、ネタバレシークレットキャストなんですけどもこれはもう神木隆之介さん演じる 京都大会編伝説の最後編で出てきた、まあえー、と謙信からすると、まあ、敵側というか、えー、戦う側でしたけれども今回も一見その謙信を前に敵勢力に加担しそうな感じでまず初登場するんですよその映画の中でねおお来たっていうふうに思いましたけれどもするんだけれども結果的には るろうになっていて、謙信の手助けをするっていうのが今回の、まあ、話だったわけですよ。で、しかも、そこで、その、あのー、アクション心理をかかるテーマ曲が。かかってですね、何十人という、何、何、百はいないかな、何十人という敵を前に。まあ、謙信と、まあ、せた、二人、二人でですね。あの、戦うっていうのが。すごい、良かったですね。はい。もう、このシーンは、多分、ご覧なれた方は、わかるでしょう。もう、このシーンは、その、最後の、まあ。 エニシとの直接対決を前に前に,は前にしたその最終の盛り上げの前なんだけど私はここがやっぱり一番テンションが上がりましたねはい素晴らしいあのシークレットキャストだなというふうに思いましたはいという形でも今回の「ザ・ファイナルはファイナルとしてまあ迫力のある映像そしてまあ切ない物語と堪能したんですけれども「ザ・ビギニングについてですけれどもまあ先ほど話した通り 公開時は最後だけれども時系列は最初になる物語でございますでまあ一切り抜刀祭としての物語全ての始まりが描かれますのでこの多分、えー、ビギニングを見ることによって、まあ、ファイナル最終章ファイナルだけじゃなくて、まあ、今まで全体をこう包括するような、えー、最後になるんじゃないかと思いますなので多分ザ・ビギニングを見ることによって全体の世界観がより、えー、深く 我々の心にですね落とし込まれると思いますのでちょっとザ・ビギニングも非常に私は楽しみにしております一応ですねもう試写会はマスコミ向けの試写会は始まっているんですけれどもちょっと新型コロナウイルス等のあれもありますのでちょっとえっ、ー、と来週は見にちょっとまだ状況わかんないからね試写会中止になっちゃうかもしれないのでちょっと連休明けに、えー、もし試写会がありそうなら見てきてそれはそれで独立したえっ、ー、と YouTube を 取りたいなというふうに考えております。 はい、以上になります。なので、まあ、私の YouTube チャンネル、基本的にはドラマ考察を中心にしているんですけれども、まあ、今回のように、えー、対策映画に関しては、時折、えー、映画の話もですね、まあ、していければと思っております。まあ、ちょっと改めて申し上げますけれども、私はルロニーケンシに関しては公式ウェブページにまあコメントを寄せている立場でございますので、まあ、その立場の人間が、まあ、悪くは言わないというのは、皆さん、まあ、あのご承知の通りだと思いますけれども、た、まあ、多分私の口調からも、普通に私がですねルロニーケンシ好きなのは、えー、伝わったかなというふうに思っておりますので、えーもし もしよろしければですね、ザ・ビギニングの動画もですね、まあ、遅くて公開日、早ければ公開前にですねあの、動画アップできると思いますので、よろしければそっちあ、そのの時の動画も楽しみにしていてください。普段ははドラマ考察をやっておりますので、ドラマのご視聴されている方は、私の他の動画をご覧になっていただければと思っております。はい、以上になります。ご視聴いただきましたありがとうございました。それでは。